ガトーショコラを作っていきます。グアナラカカオ分 70% のやつをボウルに入れ、バターをカットして加えていきます。湯煎にかけ溶かします。卵黄の方に砂糖を半分程度加えます。湯煎に入れ、白くなるまで泡立てていきます。薄力粉をふるって加えていきます。溶けたチョコレートと、先ほど立てた卵黄とを合わせていきます。卵白は泡立てます。卵白を半分程度加えます。型に流していきます。170度のオーブンで焼いていきます。15分ほど焼いたら温度を落とし、さらに20分焼きます。これで焼き上がりました。